こんにちは。食欲コントロールダイエット協会代表理事の富永です。今回は過食を改善する5つのメンタルテクニックというところで、過食が止まらない人に向けて過食に対して過食を改善していくための考え方について話をしていきたいと思います。今回の動画を見ることによって、過食が収まらない時にどういうふうに過食と向き合っていけばいいのか、そしてそれに対してどういうふうな考え方をして対処していけばいいのかっていうことが理解できるようになります。もし今あなたがどうしても過食が落ち着かない、しかも過食してしまう自分を責めてしまう、何をすればいいのかもよくわからないっていうのであれば、必ず今回の動画を最後まで見るようにしてください。では早速内容の方に入っていきます。過食なんですけど、原因ってですね、人それぞれ全然違うんですね。例えばダイエットによって食事を減らしすぎて、もしくは栄養のバランスが崩れすぎて、もしくは痩せすぎて過食になっている人ってのはいます。そういう場合ってのは食事を整えることによって過食が改善します。ただですね、その一方で考え方が原因で過食が落ち着かない場合ってのもあるんですね。そうした場合ってのは、食べれば治るっていうわけでもなくて、食べることに合わせてちゃんと考え方を変えていかないといけないわけです。でその考え方を変えていくときにですね、ポイントってのが主に5つあります。まず1つ目が食欲を認めてください。どうしてもですね、過食をしてしまうときとか、食べ過ぎてしまうっていうのもそうなんですけど、なんで自分はこんなに食べ過ぎてしまうんだ、痩せたいのに過食をしてしまうんだって自分を追い込むことばっかりやってしまうんですね。けど過食とか食べ過ぎが起こってるときっていうのは、体に何かしらこうストレスがあって、そのストレスに対処する方法として過食が起こってるわけですね。一番最初にやらないといけないのは、今の自分の状況を受け入れるっていうことです。何でもそうです。心理的なストレスでもそう、不安でもそう、あとは過去のトラウマでもそうなんですけど、自分には何かしらストレスがあって、それの吐き口として過食が起こってるっていうことをまず認めてください。過食は改善しないといけない、過食はやっちゃいけないっていうふうに抑え込む前に、自分は何かこう原因があって食べ過ぎが起こってるんだ、過食が起こってるんだっていうところを認めるってことが大切になります。まずそういうふうな過食自体をまず認めないと、受け入れないと改善はなかなか難しいですので、少し難しいと思うんですよ。特に過食をし始めた時、誰にも頼ることができなくて一人で悩んでる時ってのは、過食を認めるっていうのはかなり難しいと思うんですけど、けどこれをですね、最初にやっぱりやるっていうことが重要になります。過食ってですね、やっぱりかなりエネルギーを使う、しかもお金も使うじゃないですか。けど怒るっていうことは体にとって何かメリットがあるわけですね。それはさっき言ったストレスとか不安とか、そこの吐き口として怒ってるわけなので、そういうふうな原因があって過食が起こってるっていうことを認めてください。そして2つ目が食欲と戦おうとしないっていうことです。これもさっきのところと被るんですけど、過食が起こるっていうことは何かしら原因があるわけですよね。その原因を差し置いて、太るから過食をやめた方がいい、お金がかかるからやめた方がいいっていうような感じで食欲を抑えつけるっていうのはやめてください。原因を無視して表面的な食欲を抑えつけをすると、それがまたきっかけとなって、またそれが食欲を悪化させる原因になります。なので過食を改善するときはですね、食欲を無理やりこう抑えつけるっていうよりも、何が原因で過食が起こってるんだろうっていうふうに考えて、そっちの原因の解消に力を入れていくっていうことが大切になります。食欲ってのはですね、人間のものすごく強い欲求なんですよ。でそれを無理やり抑えようとか、医師の力で抑えよう、我慢しようとかしても無理ですので、それをまずやめるようにしてください。そして3つ目が食べたことを責めないということです。でどうしてもですね、やっぱり過食をすると、あー食べ過ぎてしまったとか、またやってしまったとか、次の日体重計乗ったら増えて、あーやっぱり太ったとかですね、こういう風になってしまうんですよ。なんて自分はダメなんだっていう風な感じで自分を責めてしまうわけですね。けどですね、過食が治っていく過程で大事なのは、過食をした後にですね、罪悪感なく過ごせるっていうことなんです。過食したことを責めてしまうと、それがまたきっかけとなって次の過食を誘発してしまうんですね。なので過食した時ってのは、あ昨日いっぱい食べたな、明日から切り替えていこうっていう風な感じで気持ちを入れ替える、そして落ち着いてるんであれば、なんで昨日過食が起こったのかっていうのを少し考えてみて、昨日は疲れが溜まったからかなとか、他にも あの人と話した時になんかこうイライラしてきて、その後そば食べてしまったからあれが原因だったのかなとか、そういう風にちょっと原因を考えて、じゃあ今度からそういう風にモヤモヤした後ってのは、何かこうストレス解消することをして家に帰ろうとかですね、とにかくこうやって切り替えをしていくことが大切ですので、過食した後に自分を責めないっていうことをやってください。そして4つ目が自己主張をしていくっていうことです。で過食をですね、大体こうやって受け入れていった後に、次やるべきことっていうのは自己主張をしていくことなんですね。でこれ何かっていうと、過食をする人ってですね、結構その自分の考え、いろいろなことを思ってるだけども、それを言葉にできなくて、それがストレスになって過食につながってることって多いんですね。過食をする人ってですね、やっぱ結構敏感で、いろいろなことに気づきやすいんですよ。例えば仕事をしている時に、あの人の動きがこうこうこうでとか、ここにこれがあったら気になるなとか、いろいろあるけど気を使ってるので人に言えないんです。でそれがモヤモヤとかストレスにつながってしまうことが多いんですよね。特に女性だとやっぱ多いですよね。あの人に対してこうこうこう思ってるんだけど、それを言ったら多分あの人から嫌われるだろうから言わないでおこうとか、旦那さんに対しても同じで、これを言ったら多分旦那さんは怒るだろうから、ちょっと
って言わないでおこう、自分が我慢しておけばいいっていう風に抑え込んでしまう人が多いんですよ。それが本当モヤモヤの原因となって過食につながります。なので自分の考えを伝えるっていう練習をやってください。これはですね、いきなり最初に誰かに伝えるっていうのは結構難しいですので、最初は紙に書き出す、言語化するっていうことをまずやってみてください。ブログでも別にネット上でも何でもいいです。とにかく自分が思っていることを一日の終わりに書き出してください。綺麗な言葉で書かなくていいです。頭の中に思い浮かんだことを全てバーって書き出してください。今日はこういうことがあって、それに対してこう思ったけど言えなかったと、もうそれだけで大丈夫です。とにかく自分の考えを外に出す、言語化するっていうことをやってみてください。これだけでですね、モヤモヤした気持ちとかストレスとか、それによる過食っていうのはかなり落ち着いてきますので、この練習をやってみてください。そして最後が、好きなことにエネルギーを使うということです。で、過食をするっていうことはですね、さっきも話したようにめちゃくちゃですね、エネルギーを使うんですよ。ということは、過食をしている人っていうのはですね、やっぱり何かしらこうやるエネルギーが一応残ってるんですね。もちろんですね、過食を繰り返してもう疲れ切ってる人もいると思うんですけど、過食をするっていうことはやっぱり何かしらこう余ってるわけです。で、しかもさっき言ったように自己主張ができなかったりとか、他にも自分の趣味の方にエネルギーを発散することができなかったりとか、そのエネルギーが過食に向かっていることが多いんですね。なので自己主張とかの練習をした後は、1日5分とか10分でもいいので自分の好きなことに没頭する時間を作ってください。もうこれはですね、何でもいいです。運動でもいいですし、ブログを書くっていうことでもいいです。読書でも何でもいいです。とにかくあなたが好きなことに対してエネルギーを発散してください。で、過食っていうのはですね、原因がいろいろあって、ストレスとか不満とか不安とかいろいろあるんですけど、こういうのはですね、いつになってもゼロになることはないんです。で、そういう時にですね、こういう普段モヤモヤストレスとかをですね、発散する別の方法を持っておくだけでも、一度過食が改善した後にまた再発するっていうことが少なくなりますので、ぜひですね、過食以外でエネルギーを発散するものっていうのを見つけてみてください。このようにですね、過食っていうのは原因がいろいろあります。そして今の自分には過食が起こっているってこと、過食をしているっていうことは何かストレスがあったりとか原因があるっていうことを認めてください。その上で、食べ過ぎたことに対して責めないということ、自己主張をする練習をしていくということ、好きなことにエネルギーを発散していくということ、これをやっていければこれだけでも過食はかなり落ち着いてきますので、ぜひですね、今食事とかいろいろやってたくさん食べてるんだけど過食が落ち着かないとか、そういう風に悩んでるんであれば、今回の動画を参考にしてもらえればなという風に思います。はい、今回の内容は以上になります。今回の動画が役に立つと思ったら、ぜひいいねボタンをお願いします。また動画の中で分かりにくかった点や納得いかない点があればコメントいただけると嬉しいです。 YouTube 以外にもダイエットに関するメルマガ、腸活に関するメルマガ、2つのメルマガを配信しています。こちらも読んでいただけるとダイエットに関する知識がより深まりますので、ぜひ登録してみてください。また Twitter やインスタ、ブログなどの SNS でもほぼ毎日情報発信していますので、こちらもフォローお願いします。メルマガや SNS の情報に関しては概要欄に詳細のリンクを貼っていますので、チェックしてみてください。ではまた。